まあ、むしろ今の方が見ていただきたいという気持ちがより強まってますね。1年延期になりましたけど、やっぱりなんとなく全体、日本全体、まあ、日本だけに限らないけど、ちょっとやっぱり抑圧された空気がある中で、抑圧された人を描いてる作品なんで、今こそ見てほしいなという思いですね。はい。まあ、もともと僕、負を抱えた人間が、負ですね、を人間が、その障害が全部取り払われて、最後には、ものすごくいいことにあってなるっていう作品はあんまり興味がなくて、昨日と変わらず、負は相変わらず今日もそこにあるのに、明日もちょっと生きてみようかって思える、っていう話にどうしてもグッとくるんですね。そしてその、こんな些細なきっかけで、明日もちょっと生きてみようかって思える、そこにすごいドラマを感じるんで、だから僕書くと大概そういう話になってしまうんですけど、なんていうかちょっと地味な話になってしまうんですけど、まずそういうのがあって、そして、もちろん2009年おっしゃったように舞台初演書いた時、まあ、12年前に公演打ったんで、書いたのは13年前なんですけど、その時はもちろんこの舞台を映画にすることなんていうのは全く頭になく、それで今はない、新宿のシアタートップスっていう、まあ、いい小屋だったんですけども、ちっちゃいところでやった。で、当然その舞台の予算もないので、予算がね、たくさんあれば、あと大きな劇場であれば転換して、例えば分かんない、宮廷が場面転換したらどっかの屋上とかいろんなことができるんだけど、やっぱり小さい劇場で、やってる時に、やっぱり一つの場所を舞台にするっていう意味で、非常にその、なんていうか、濃密なその女郎部屋っていうのを舞台にするのがいいなっていう思ったことと、さっき言ったその負を抱えた人間に興味があるっていうので、その抑圧された女郎たちを描いてみようと。これはですね、もう本当に少し正直言いますと、メモという映画を第1回目の監督作品にした時に、初めて僕の書いた本を面白いって言ってお金を出すことを決意してくれた永守裕二さんっていう人がおりまして、その人と2作目もやりたくて、いろいろと、まあ、全部オリジナルですけど、僕が書いて永守さんに見せて、でいろいろやり取りを何年かしていく中で、春を売る人の初演と再演を見た永守さんが、あ、二郎さん、監督2作目、これを映画にしたらどうじゃない、どうって永守さんが言い出したんですね。これはもう正直。まあ、僕、山田孝之は本当に日本最高級、最高レベルの俳優だと、もうそれは今も自信持って思ってますけど、なので、やっぱり舞台で僕がやった、ドクターという役を映画で主役にしようって言って、それ用に書き換えて、じゃあ誰をドクターっていう時に、やっぱり、まあ、山田孝之がやってくれたらいいなっていう思いがありましたし、そして仲里依紗さんもですね、やっぱりものすごい実力のある俳優だと思うので、まあ、それに加えてやっぱりその舞台で僕がやったドクターというのは、まあ、舞台では僕に当て書きしてるんですけど、頭悪くて気がちっちゃくて、もうどうしようもない、そのくせよく吠えでも泣き虫でどうしようもないチンピラっていうのを山田孝之にやってほしかったんですよね。山田孝之のそういう芝居を見たかったんです。で、なんかリーさんもいろんな役をもちろん孝之もリーサちゃんもおやりになってますけれども、孝之のあそこまでどうしようもない、もうクズみたいなチンピラみたいなのは孝之で見たことはなかったから、孝之で見たかったし、リーサちゃんもあそこまでないやつを抱えて、精神的に追い込まれて病んでる役っていうのは見たことがなかったんで、それをなんかリーサで見たかったんです。だからそういうのが、僕も最近ツイッターで酔っ払ってね、なんであんなことをつぶやいたか、自分でも翌朝覚えてないんだけど、最近つぶやいたつぶやきで、僕はやはりとにかく俳優のいい芝居が見たいんだっていうだけのツイートをしてるんですけど、夜中に酔っ払って、あれ、なんで俺あれつぶやいたかって今でも思うんだけど、でもね、すごい思ってることなんですよね。監督する場合でも、脚本書く場合でも、俳優の、でも僕ものすごい好きで、ものすごいいいって思う俳優、まあどの監督でも当たり前にそうだろうけど、をね、と一緒にやって、
幸運にもハルオルスでもそういうキャスティングができたんですけど、そういうその大好きな俳優たちがあのこんなところが見たいとかあんな芝居が見たいっていうので書くし、あの監督もしたしっていうことですね。僕がこだわる以前にこれも非常にあの恵まれていることに、山田孝之はオファーを受けた後本当に、まあ、ネタバレになるんでどのシーンとは言えないんだけど、 あるシーンをね、あのは何度読み返しても魂が震えますっていうメールが孝之から急に来たんですよ。山田孝之ってそんな魂が震えるなんていうワードをですね、そんな言う人じゃないんです。なんていうの、あのもちろんうちには熱いものをものすごい秘めてるけど、それを表に出さない人なんで、その人がそういう魂が震えますっていうメールくれたんで、何度読み返しても魂が震えますっていうメールくれたんで、僕はもちろん嬉しいのはもちろん、あの僕舞台でそれ僕やってるんで、そのシーンがどういう状況にその高木が演じた徳田は舞台で僕は演じてるんで、その高木が魂が何度読み返しても魂が震えるって書いたシーンがどんなシーンか、どんな状況に徳田が追い込まれてるかは僕は知ってるんで、それを高木がメールしてきたってことは、あ、これを映画化するというある一つの勝負にちょっと勝てるかもしれないなって、その高木のメールをもらった時にそう感じましたね。うん、で、なんかリサちゃんもそうだし、あと坂井真紀ちゃんもやっぱりみんなね、坂井真紀ちゃんなんかも本当にね、普段割と毒舌なんですけどま本人に言ったら怒られるかもしれない、割と毒舌なんですけど、あの本当にあのもうはっきり僕の目を見てこの本は面白いって真紀ちゃんに言ってた。だから要はそういう風な感じで、あのみんななんか僕のこの書いた本に載ってくれたし、書けてくれたし、この作品が絶対いい作品にしようっていうのがある。でやっぱりみんなそういうことで芝居やってて、みんな俳優乗ってくれてるのを感じるよって、俺撮影終わった後民宿の飲み屋で高雪に行ったら、いや二郎さんスタッフもですよって言ってくれたんだけれども、そういうスタッフも含めみんながやっぱりいい芝居する、それを見る、そしたらもうこれはいい作品になるな、自分もやんなきゃっていう感じで、相乗効果でどんどんこうみんな一つの方向に向かった撮影期間だったと思います。まあ舞台は先ほど申し上げたように、やっぱり一つの女郎部屋っていうところでやっていたんで、まあ舞台はね、でも映画はいろんなところにこう、まあ、あの場面が映るわけで、そういうところで出てきた生まれたシーンもありますしね、そういうのはあります。僕は自分だからこの表現になるっていうものが本当に世の中にあるかどうかもわからないし、ありますって断言するのは非常におこがましいんだけど、でもまあ僕のだからこの表現になるっていうものが存在すると信じられているうちは今後も監督を続けようと思っているんだけれども、その俺を表現を到達するためにはやっぱり脚本自分で書いて監督もして出演もするしなきゃっていうふうに僕今思ってるんだけど、2作目の春を売る人を取って余計今は思って、だからその僕のやりたい表現っていうものをやるには脚本を書いて監督して出演全部トータルでその世の中に加藤二郎がやりたい表現はこれですっていうか、僕だからこの表現ができると思うっていうものを提示したいんだけど、ごめん全く質問忘れちゃった、何の質問今のも全部使って質問忘れちゃったっていうのはそれなりに面白いなんで、ちょっと使ってちょうだい。余計なこと話してるとまた忘れちゃうんで、あの要はだからその今言った脚本も書いて監督もして出演もして僕のやりたい表現はこれですっていうのを提示することは頭にあれと、舞台だからとか映画だからっていうのは実はそんなにあんまり、もちろん考えてるけど、もちろんね、だけどあんまりなんかこう特に決まって考えてることはないです。あのね、あのぶっちゃけね、韓国の広陵国際映画祭はね、もうコロナ真っ只中で、監督賞、作品賞ってなんかヨーロッパの作品だったりしたんだけど、みんな多分一堂に会して喜びのスピーチとかしたんだろうけど、もうコロナ禍で全員ビデオレターだったんですよ。だから直で向こうの声を聞くこともなかった。ワルシャワ行きましたね。行ってね、でも僕驚いたのは、ハルオル人っていう基本的には別にそのコメ、なんていうの、笑わす映画では全然ないので、ただまあちょっと散りばめてるんですけど、笑いこそがすごく一番海を越えたら感覚変わってくるって思ってて、もうポーランドは浸透してるなと思ったら、すごい本当にびっくりしたんだけど、ここは日本のお客さんだったら笑ってくださるかなって思う、まあ笑わなくてもいいんだけどクスッとなるかなって思う、まさに そこ全部にポーランドのワルシャーの方たちも笑ってたんですよ。だから笑い海越えるかって思って、ワルシャーの方も笑ってらして、ちょっと
くりしますね。だから、うん、はい。でもまあ、いやいや、うん、正、まあね。ただ前のメモの時にはすごくメモはメモでいいチームで、ただあの僕は絵コンテを書いて、でまあ春を売る人以上に短い期間で撮ったんですね、メモっていうのは。だからすごくいいチームで、みんな僕の絵コンテ通りに、佐藤監督初めての監督だから、みんなこれを絵コンテ通りに撮ってあげようっていう、そのあのチームで一致団結してたんですけど、でも実はそこが一番反省点で、要は僕が書いた絵コンテの通りで現場でそのなんか生まれないっていうか、その通りのものを取ろうってみんなしてくれるがあまり、そこが反省点だったので、今回はその、まあ、スタッフはちょっともうどういう人っていうのはもう僕の意見は全くなくて、あの現場のプロデューサーとかに任せて、あの撮影部と照明部と美術部とかもみんなもう何回もやった人たちっていう、だから僕はむしろ初めてだった、スタッフは全員、ただ撮影した神田さんという人と照明部丸山、美術坂本とかはもう何回もやってるチームだったりして、それであのスタッフ同士の意思が疎通が取れてるんですよ。そこはね、良かったなと今回、特にこういう売春宿を描いて、非常にまあ別にこの売春宿を描くこの映画に限らず、やっぱりまあそれはドラマもそうだろうけど、やっぱり映像ってやっぱりその画質っていうか絵の質、色味、そういうのがすごい大事だなって思っているんですね。でしかも今回特にそのあのまあ大正ロマンではないですけど、そのまあ女郎部屋を描くっていう意味で余計なんか画質が、それをね事前に打ち合わせできたんですよね。でその撮影 の, かあのカメラマンの神田さんに、あのどうしても画質今回こだわりたいんだっていう、ほんでその照明部と、まあ、とかと話し合い、そこはすごい良かったなと思いますね、うん、で現場でもあのもちろんあのいろんな考えの監督がいて、どれが正解どれが不正解っていうのはなくて、僕はあの脚本にはそれなりの作家性があるってあるんだけど、思うんだけど、監督としてはもうとにかくいい作品を撮るために、でそこまでの監督としての作家性はまだないっていうふうに思っていて、なのでいろんなスタッフの、意見を、聞き、もちろん取捨選択するのは僕だけれども、そこは良かったなって思います。はい、3作目は、まだ詳しくは言えませんが、今まで1作目2作目というのはそのなんか間口がそんなに広くないと言いますかね、家族みんなで見れるというような作品ではないわけです。メモも春を売る人も、春を売る人は R15 ですしね、そういう映画が撮りたくて撮ってるわけだけども、ちょっと実は3作目はちょっと間口が広い映画になりそうです。だけどその僕そのウィキペディアに俳優脚本家、ここまではギリ許せても映画監督ってなってるんですね。俳優脚本家映画監督になっても、映画監督って入れるのがもう入ってるのが嫌でしょうがないっていうか、恥ずかしくてしょうがなかったんですけど、でも春を売る人をきっかけにちょっとやっぱり続けたいってもう本当に思えているので、思っているので、やる以上は例えばそういう間口が広い、多分まあ共同脚本になると思うんですけど、そういう間口の広い作品でも自分の色をそこに出していこうっていうことを今思っています、3作目に関しては。はい、ネトラボエンターの YouTube をご覧の皆さん、そして映画春を売る人を楽しみにお待ちいただいている皆さん、6月4日公開です。1年延期になりましたけども、なんとなく抑圧されているなと感じる、今でこそ見てほしい映画です。6月4日公開です、春を売る人、ぜひ劇場でご覧ください。